プロクターギャンブル P&G ジャパン Q、本社ビル P&G ジャパン合同会社は、アメリカ合衆国に本拠を置く、世界最大の一般消費財メーカーである、プロクターギャンブルの日本における、子会社であり、P、P&G の名称で活動している。日本は、販売戦略の重要な拠点と位置づけられており、シニアエグゼクティブオフィサーの桐山和則、 2013年まで P&G 米国本社の元 CEO でオバマ政権下で退役軍人長官を務めたボブ・マクドナルドも P&G ジャパンの社長を経験している。日本法人の代表商品として家庭用合成洗剤のジョイや紙おむつのパンパース等がある。同社は日中の帯ドラマや情報番組ゴールデンプライムタイムの番組 関東地方や岡山県、香川県を中心とする、ローカル番組のスポンサーとして有名である。担当広告代理店は、電通関西支社。2000年代以降は、同じ外資系のユニリーバやジョンソンと同様に、会社名を出さず、商品のみを宣伝する CM も多くなった。最近は、アニメや HBC の花テレビの番組の、スポンサーにもなっていたりする。 アニメについては、電通が制作に関与している番組に、スポンサーになることが多いでの場合が多い。テレビ東京系のアニメを、原則地上波と同一のスポンサーをつけて、放送している、BS ジャパンでは、2006年10月から2009年4月まで、一時期の、ナルトを除いて、スポンサーを交番していた。かつては、平日昼、夕方のニュースや、 日中の情報番組を中心に、同じ外資系の保険会社、メトライフと共に提供している番組があった。またゴールデンプライムタイムの1時間番組では、同じ外資系の生活用品会社ユニリーバや、最近ではこちらも、同業のジャパンゲートウェイと共に、スポンサーとして提供している場合がある。この流れは、日本リーバ時代から続いている。 番組の内容によっては提供クレジットを自粛する場合もある。プロ野球中継に原則提供クレジットは表示されないが PT 扱いで CM は流れている。P&G は地域によって商品展開が異なるケースが多いため全国枠の CM でも CM 内容は放送局ごとに異なることが多い。なお、筆頭スポンサー番組は多数ある反面。 一社、提供番組がほとんどない。なお、提供クレジット時の読み上げは、通常、P&G と読み上げられているが、90秒以上、提供の番組は、一部を除き、ママの公式スポンサーのキャッチコピーを先につける。社名が p、p g サンホームだった時は、登記上の社名だった、プロクターギャンブルサンホームと読み上げられていた。 現在の提供番組日本テレビ、系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列日本テレビ系列、TBS 系列テレビ朝日系列テレビ、東京系列富士テレビ系列日本テレビ系列、日本テレビ、中京テレビ制作分は、2020年10月より、読売テレビ制作分は、2021年4月より、それぞれ絨毯の上に、カラー表示。 テレビ朝日系列日カラー表示。TBS 系列2021年4月よりすべてカラー表示。テレビ、東京系列富士テレビ系列その他、ローカルその他、CS テレビチャンネルのアニマックスでも CM が流れる時がある。過去の提供番組日本テレビ系列、TBS 系列朝ズバ。朝ちゃん。富士テレビ系列テレビ朝日系列テレビ。 東京系列その他、ご挨拶。P&G2020 年5月14日閲覧。ABCDF e プロクターギャンブル、ジャパン株式会社第14期決算広告、製品一覧。P&G ジャパン2020年5月14日、閲覧。出資比率は米、米 P&G が50%、日本産ホームが45%、伊藤忠商事が5%だった。 当時、通商産業省が、外資に対して50%以上の出資を認めていなかったため、P&G は日本へ参入するには、合弁企業を設立するしかなかった。成果事業は、P、P&G フーズと CM で故障されていた。対象製薬に譲渡したブランドは、ビックスとコーラックのみ。その他のブランドについては、ミルトンは、強林製薬に、 クレアラシルは、ブーツヘルスケアに譲渡している。ただし、製造元は2008年10月から、アース製薬に変更。現、アジアワンセンター。神戸市中央区に建設中の新本社ビルが、完成した2016年までは、P&G は社屋を沈借して、事業を続けていた。P&G 本社社屋、神戸の商社、剣豪集団に売却。神戸新聞。 オリジナルの2015年10月25日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20151025103254/http:/www.kob-np.co.jp/news/kizai//0006623056.shtml2017 年1月29日 閲覧 p g 日本本社研究開発施設の移転についてプロクターギャンブルジャパン。2014年10月29日閲覧。2013年12月より建設を着手し、2015年9月に完成した。ビルの名前は三宮ビル北建て。建物の所有は森本倉庫。場所は祖郷神戸店の東側に位置している。 社名及び組織変更に関するお知らせ。P&G ジャパン2020年9月11日閲覧。主に全国放送での日本シリーズ中継や、球団所在地の地元局が独自にローカル放送を行う場合など。ただし、プロ野球選手が出演する野球中継以外のテレビ番組に提供スポンサーは出している。なお、TBS では、総力報道。 ザニュースの後に流れるため、ザプロ野球で流さない代わりに流しているが、2009年12月30日から2010年1月1日は休止。2009年12月28日29日は各、振り替の年末特番の番組内にヒッチハイクで流されていた。さらに2010年2月中の放送時間繰り上げ、編成時は18時14分に放送時間を変更。 総力報道マイナス終了後2010年3月29日31日はニュース 23X の番組内23時41分に放送されたただしいずれの番組も同業のライオンがスポンサーだった番組である企業情報 P&G2020 年5月14日閲覧日本での事業展開 P&G2020 年5月14日閲覧。月・水、金曜のみ13時台前半も60秒。全番組の、ピンポン。ベストタイムなど平日正午枠のスポンサーとして、長年担当2018年10月以降、改編期に同時間帯で、フジテレビ制作の特番が放送された場合でも、カラー表示になった。CM を流す、際の提供読みは、 ここからは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。となる。ただし、この時間に日本テレビ制作の特別番組が放送される場合でも提供する。ただし、この時間にテレビ朝日制作の特別番組が放送される場合は提供しない。ただし、改変期を中心に放送されるミュージックステーション三時間スペシャル放送時でも P&G は 全体の筆頭スポンサー扱いであるため、基本的に提供するが、3時間スペシャルの場合、通常のミュージックステーションの時間帯には提供する。ただし、改変期を中心に放送されるミュージックステーション3時間スペシャル放送時でも、P&G は全体の筆頭スポンサー扱いであるため、基本的に提供するが、3時間スペシャルや20時からの2時間スペシャルの、 場合、通常のミュージックステーションの時間帯には提供する。月木曜は後半ナショナルセールス枠、金曜のみ中盤ナショナルセールス枠。AB 東海テレビのエリアは2011年8月5日より、一時期は CM を自粛していた。前半は積水化学一社提供だった。提供枠は火曜19時枠と火曜20時枠から移動。男と 女、VS50 人は帯バラエティ、ムーブザッツ。内で放送。ロート制約と2社提供。終了後の後番組に提供していたかは不明。ABCD 東海テレビのエリアは2011年8月8日より、一時期 CM 自粛していた。平日とは異なりカラー表示ではない。東海テレビのエリアは2011年8月9日より、 一時期 CM 自粛していた前半ロート、制約単独、後半複数社提供制が廃止されたため、ちなみに2009年3月まで後半パートで1分30秒提供していた。時期によっては120秒の時もあり、ローカルセールスワーク時代にもテレ朝のみ提供していた時期があった。ただし、この時間にテレビ朝日制作の特別番組が放送される。 場合は提供しない。なお、全番組までは、各週で全範囲入れ替えの60秒だった。AB ただし、改変期に放送される、大体特別番組は、全編ローカルセールス枠のため提供しない。ただし、歯磨き製品は、同業他社のルムから発売されている。海外では日本に先立つ1991年に変更されている。 1989年から1992年と1996年頃から2001年9月はロゴの上にキャッチコピー、暮らし広がる世界の品質が表示された。ナレーションは商品によっては男性、女性で分かれている。ナレーションが男性の場合は洗剤や紙おむつ等、女性の場合は化粧品や石鹸、生理用品等に見られる。 G の下まで伸びていたの末端が短くなった。ほか、G の横棒がなくなった。ロゴの下にキャッチコピー、暮らし感じる、変えていくが表示されている。世界共通テーマ、ママの公式スポンサーの元女子サッカー、沢誉選手とママの万敏子さんを親子で起用。P&G ジャパンニュースリリース2012年1月23日90秒。 以上のバージョンでは一部のツボネを除き、ロゴの下にキャッチコピー、ママの公式スポンサーが表示されている。ファブリーズ対草屋 CM 打ち切り、草屋を愛する方々不快にさせたと謝罪。イティメディア、2021年2月6日閲覧。男はブラッシュは、差別理不尽訴える声。スタンバイ、2021年2月6日閲覧。レノア、 男はブラシューという CM の表現は男性差別だと抗議を受けて謝罪。トゥゲッター2021年2月6日閲覧。ありがとうございます。